諏訪よりは、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将。諏訪大社の大法理とされるが不詳。父親については諸説ある。鎌倉時代において、諏訪氏は代々品の守護の北条氏のおうち人であった。東照寺においては、諏訪一門の諏訪時光が自陣している。鎌倉幕府滅亡後、県務政権によって新たに品の守護に認じられた。 小笠原定宗と諏訪氏とは対立関係になり、小笠原氏の支配に対する不満もあって、やがて、頼重、時げ、ときは、特捜法上高時の維持事業を報じ、中仙台の乱を起こした。頼重は、三浦氏などの援助により、渋川義木、岩章強化、今川の光、小山周朝などを廃止させ、ついには、足利忠義を逃走させ、鎌倉を一時占領するが、 慶より派遣された、木曽谷村率いる追悼軍に大敗し、よりは子、時津倉四十43人と勝長寿院で自陣した。諏訪資料総書巻27に記載されている、経図によると、北条時行を鎌倉から脱出させ、死なのに連れ出した諏訪成功は、よりと同一人物であるとされる。諏訪家の家徳は、孫の来継が継承した。諏訪資料総書巻28。 諏訪資料総書巻二十七、諏訪資料総書巻二十七、諏訪資料総書巻二十八、諏訪資料総書巻二十八、諏訪資料総書巻28。諏訪資料総書巻28。第2本資料第六編の四百六十三ページ。大日本資料第六編の五百四十ページ。諏訪資料総書巻二十七、ありがとうございます。